君の活躍のほど見届けさせてもらう。拠点が攻撃を受けている。至急援護に向かわれたし。私はデスティニープランの導入実行を今ここに宣言する。これに異を唱えるというのなら、それは人類の敵ということだ。みんなよ、議長の言葉、俺すごく感動しました。だから俺戦います。私が手も足も出ないっていうのか。戦いは2手3手先を読むものだよ。抜かった。可能性を残したいという思い自体が可能性を殺しているのだよ。なんとたわいのない。敵フィールドダッシュだ。今は我々が戦局を支配する側。そういうわけか。こんなことで、こんなことで俺は私の期待に応える相手ではなかった。それだけだ。君と共に戦えることを嬉しく思う。本当にこれはどういうことなのか。愚かとも言えるこの悲劇の繰り返しは。拠点が攻撃を受けている。至急援護に向かわれたし。一人の人間が全ての意志の代弁者にはなれない。器にでもならない限り。足らなければどうということはない。圧倒的だな。こういう時に数を減らす。ルナマリア砲機出るわよ。可能性を残したいという思い自体が可能性を殺しているのだよ。デスティニープランは絶対に実行されなければならないんだ。戦いは2手3手先を読むものだよ。君の思想を釘付けにする。私が示す世界、皆が望むのはどちらだろう。この程度。やはりな。俺の力はこんなものか。私の期待に応える相手ではなかった。それだけだ。好意を抱く。やめやがって。後悔させてやるよ。私が手も足も出ないっていうのか。一人の人間が全ての意志の代弁者にはなれない。器にでもならない限り。拠点が攻撃を受けている。至急援護に向かわれたし。
敵。相手が誰であろう、邪魔ならば戦うだけだ。どうなって手加減をするのは難しいんだ。よそ見をする余裕があるのか。遅い。当然の勝利だ。